スタッフ40人弱ぐらいいるけどね。会社大嫌い。俺会社大嫌い。やりたくないもん会社なんか。デートビートのロックンロールはウキウキなんかケツブリブリしたくなっちゃうでしょっていう。お父さんキャロルの時って下手くそだもんねって言われるわけ。あるあるでグレート、うん、いいこと言うね、うん。A ちゃんといえばさ、上がる上がるっていうことを考えてたんだけど、水泳の川が張っただ張らねえだと、だからどうしたのよみたいな。今は分かる。キャロルでガン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 ってもうロックンロールですよ、はい、それいいね、うん、分かる今伊藤が言ったのと矢沢が言ったの同じ似てること言ってんじゃないです、うんうん、全くそれ。なるほどね、分かる分かる、それは分かるわ。面白いこと言うね。そう昔から僕、はい、糸井分かるように矢沢ってどうにかなるんだろう、じゃあやったろうってとかあるじゃない、うん、これマジに俺そう思ってるよ、うん、できるんだよ、できるね、うん、君たちに任せよう俺やりながらさ、俺は神かと思った社長なんなさいって言ったよね。今この年になってバーボン人生歌うとばっかいいのね。まあ今日なかなか面白い話をしたよね。僕ね、糸井はなんか才能あると思うよ糸井と矢沢がこう座って喋るとなんかね、取材じゃなくなっちゃうのね。取材じゃない、そこにね、なんかね、言い訳並べて動かねえ、そんな奴らに